マダラの日も、マダラの日も、マダラの日も、ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・スペックルド・バンドは、イギリスの小説家、アーサー・コナンド・イルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで、56ある短編小説のうち8番目に発表された作品である。ストランド・マガジン1892年2月号初出。同年発行の短編集、シャーロック・ホームズの冒険。 ザ・アドベンチャーズ・オブ・シャーロック・ホームズに収録された。1927年3月号のストランドマガジンでドイルはこの作品をホームズの短編の中で第1位に置いている。また、オブザーバー氏の読者による順位付けでもこの作品が第1位に置かれている。物語は1883年4月初めの事件と晴天中に記載があるほか、 この事件の詳細を秘密にすることを約束した依頼人のヘレン・ストーナーが亡くなったために発表できるようになったとされ依頼人のヘレン・ストーナーが事件の究明を依頼するため朝早くにホームズの住居へ来たところから始まっているホームズの元へやってきたヘレンは不安と恐怖に支配され依頼に来るまでの経緯として家族のことを含む次のことをホームズに話した ヘレンの話を聞いたホームズは、依頼を引き受け、亡きヘレンの母が残した遺産について調べた後、友人のワトソンと共に、ロイロット博士の屋敷へ調査に赴き、博士は外出中だった。現在ヘレンが使っている部屋と隣のロイロット博士の部屋を調査したホームズは、次の内容をはじめとするいくつかの不審な点を目にする。調査で何かを感じていたホームズは、ヘレンに、 一国の猶予も許さない命の危険があることを言い含めた上で、その部屋で何が起こるのかを確かめるべく、密かにヘレンとホームズが入れ替わってネズの番で調査することを約束する。約束通り、ヘレンと入れ替わってネズの番をしていたホームズとワトスンは、すっかり夜が更けた頃、ヘレンの話にあった口笛の音を聞く。さらに妙な音を聞いたホームズは、突如マッチに着火するなり、 ステッキで、呼び輪の引き綱を打ち付ける。すると、その少し後に、隣のロイロット博士の部屋から、この世のものとも思えぬ断末魔の叫び声が聞こえてきた。ホームズとワトスンが、博士の部屋に入ると、博士の頭には、まだら模様の毒蛇が巻きついており、博士はその毒蛇に噛まれて絶命していた。すべては、ストーナー姉妹が結婚する際に渡されるべき母の、 相続財産を独占するために姉妹を殺そうとしたロイロット博士の計略であった。狂気は博士が密かにインドから取り寄せたインドで最も危険な毒蛇。それがジュリアが死に際に言い残したマダラの紐の正体であった。博士はこの毒蛇を金庫の中に隠して密かに飼っており、通風口から予備輪の紐を伝って蛇を臨室へ入り込ませ。 ベッドの人間に噛みつくように訓練していたのである。さらに、博士はこの犯行を他人に気づかれないよう、口笛の音を合図に、蛇が再び博士の部屋へ戻るようにも訓練していた。無論、この殺害方法は一度で成功するとは限らないが、それでも何度か繰り返せば、いずれ被害者が蛇に噛まれることは確実である。二年前に、 ジュリアが聞いたという口笛の音は犯行に失敗した時のものだった。2年前、ベッドが床に固定されていて、予備鈴の紐の真下で眠らざるを得ないジュリアは、ロイロット博士が夜中に通風口から送り込んだ毒蛇によって殺されたので、あった。それに続いて博士はヘレンも同じ方法で殺すため、ヘレンの結婚が決まった際にわざと屋敷の改築工事を始め、ヘレンが 問題のベッドで眠らざるを得ないように仕向けたのである。しかし、密かにヘレンと入れ替わったホームズにステッキで撃たれたヘビは驚いて博士の部屋に逃げ戻り、相手構わず飼い主の博士に噛みついたのである。皿のミルクはヘビをと名付けるための餌であり、先の部分が輪の形になった鞭はヘビを安全に捕まえるための道具であった。現代は ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・スペックルドバンドである。英語のバンドには対別して、一段、群れ、楽団などの意味と、紐、帯、ベルトなどの意味の二つの系統がある。タイトルを読んだだけでは、イギリス人の読者にはこのバンドがどちらの意味を持っているのか判断できない。作中では露営しているジプシーの一段が登場し、被害者のダイイングメッセージがバンドであったため、このジプシーの一段、 バンド・オブ・ジプシースにも容疑が向けられる。実際には、マダラ模様のヘビを、マダラの紐と誤認した発言であり、ジプシーとは、無関係だったが、この時点では読者にはわからず、誤誘導される仕掛けになっている。しかし、日本語版では、マダラの紐と訳されているため、タイトルの段階で、謎が明かされてしまっている。作中で、ロイロット博士はミルクを餌にして、読者を手名付け、 口笛の音で蛇を操っていたことになっている。しかし、実際にはミルクを餌とする蛇は確認されていないこと。蛇は耳が聞こえないため口笛の音で蛇を操ることは不可能であること。また実際の蛇は紐を伝って登り降りすることもできないことから、作中に登場する読者は実在しない。空想上の蛇であると読み立ちの間では結論付けられている。また、博士は蛇を 金庫の中に隠して飼っていたことになっているが、実際にはヘビに限らず生きている動物を、金庫の中に入れ扉を閉めると窒息死することは、メーラであるため、この点も、非科学的であると指摘されている。そもそも、ヘビは群れを作らず単独で生活する非社会的動物であり、人間に飼われていても、犬や馬などの社会的動物と違って、飼い主の指示合図に従う性質はない。 ちなみに、ホームズは、作中で問題の毒蛇を、スワンプアダー、沼の毒蛇と呼んでいるが、インドには、そのような名前で呼ばれている蛇は実在しない。作中では、問題の毒蛇は、まだら模様で、頭の形はひし形であると、表現されており、このような外見上の特徴は、問題の毒蛇が鎖蛇科の蛇であることを、連想させるが、 鎖蛇科の蛇の毒は主に出血毒で、噛まれると傷口が大きく腫れ上がり、被害者は死亡するまでに数時間から数日にわたって、激痛に苦しむのが通常である。ところが、ヘレンの証言によると、2年前に、ジュリアが死んだ時には遺体には、何の症状も見出されず、さらにロイ・ロット博士は蛇に噛まれてから10秒以内に、死んだと作中で、ホームズが語っており、 問題のヘビの毒は明らかに、鎖ヘビ科のヘビの毒と異なっている。このように噛まれた際に、外見上の症状が見られず、しかも死亡するまでの時間が短いという毒の特徴は、むしろコブラ科のヘビが持つ、神経毒に近いと見ることもできるが、実際には、コブラ科のヘビに噛まれた場合でも被害者が死亡するまでに20分から1時間程度は、かかるのが通常であり、 人間が噛まれてからわずか10秒以内に死亡するような、毒蛇は現実には確認されていない。なお、ドイルは、本作の他にも、短編、悪魔の足の中で、実在しない、空想上の有毒植物を、殺人の道具として登場させている。マダラの日も、マダラの日も、ザ・スペックルドバンド、アン・アドベンチャー・オブ・シャーロック・ホームズは、 コナンドイル自身による同盟の短編の儀曲版である。1910年6月4日に、ロンドンのアデルフィ劇場で初演され、1912年にサミュエル・フレンチ社から刊行された。主演のホームズ役は、H.A. セインツベリー、ライロット博士役は、リン・ハーディング。上演は、大成功となり、ウィリアム・ジーレット脚本、主演の2曲。 シャーロック・ホームズを上回る出来場との評価も獲得した。基本的な筋は短編と同じであるが、ホームズに相談に行く前の話が新たに加えられたり、教活書をミルバートンが登場したりと、元の小説とはだいぶ変わっている。ワトスンの婚約者としてメアリー・モースタンの名が登場するという珍しい場面もある。儀曲版には第一項として、ストーナー事件、ストーナー事件、 ザ・ストナー・ケースと題された細部が異なる作品がある。この二つの美曲、マダラの紐とストーナー事件は別々の境外点、アポクリファとして数えられている。聖天における、ワトスンの結婚に関する記述には矛盾する内容があるため、ワトスンが何回結婚したのか、そしてその相手は誰であったのかについて様々な説が提唱されている。 マダラの紐に登場するヘレン・ストーナーが、ワトスンの最初の妻であったとする説もその一つである。マダラの紐冒頭で、ヘレンが創生したと記され相席の感情が表現されていること、ヘレンはインドに住んでいた過去を持ち、一方ワトスンは、軍一代にインドで従軍していた経験を持つことなどが、その根拠として挙げられる。外である、曲マダラのひもでは、 ヘレンの名がイーニットに変更されていて、ワトスンとインド時代に信仰があったことになっている。ワトスンはイーニットの姉が死んだ際にヤシケへと駆けつけ、何か問題が起きたら自分とホームズを頼るようイーニットに助言する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。